東の花道の奥です。東方より横綱照ノ富士土俵入りであります。2日目に黒星はありましたが、ここまで3勝1敗の横綱照ノ富士。横綱照ノ富士露払い翠富士太刀持ち熱海富士行司は木村庄之助であります。今日5日目の解説は師匠の伊勢ヶ濱親方です。伊勢ヶ濱さん、はい、復帰の横綱照ノ富士4日間内容どうですか。まあ、今のところ相撲はちゃんと取れているような感じがしますけどね。師匠の目から見て場所前は稽古は少し足りていないんではないかという話もありました。そうですね、まあ、稽古はちょっと少ないので後半がちょっと心配な面がありますけどね。一日一日そこは務めながらまた戻していくということになるんですか。そうですね、まあ、本場所の相撲も稽古にはなると思いますからね。今日は結びで北勝富士の挑戦を受けます。